飲むだけで脂肪を燃焼するお茶をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、あなたは普段飲んでいらっしゃるお茶をこのお茶に変えるだけで脂肪燃焼効果がアップして綺麗に痩せることができるんですよ。ぜひ最後まで痩せる飲み方までお伝えしますので、楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただけますととても嬉しいです。また今 LINE にご登録いただけますと、私が実践しておりますこの腸活ダイエットの簡単で今すぐ取り組む方法の動画4本プレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと脂肪燃焼効果がアップして痩せることができるのかというその理由についてなんですが、まず1つ目は腸内環境を整えてくれるからなんですよね。やはりあなたが長期的に痩せるためにはあなたの腸内環境が整っていることがもう大前提になります。なぜかというと、腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、元気になってくれない限りあなたは決してこう長期的に痩せることができないわけなんです。なぜかというと、あなたの腸内環境がもし悪いとしたら、例えばこの善玉菌と逆ですよね、悪玉菌と呼ばれるそのまあ悪者がいるわけなんですけれども、その悪玉菌イコールまあデブ菌がですね増えてしまうと、あなたが食べちゃいけないなって思っているのにもかかわらず太るものがですね食べたくなってしまうんですよね。もうこれはもう脳にもこうにも止まらないわけです。それはあなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境のデブ菌がいるから悪いわけですよね。そこでじゃあどうすればよいかと言いますと、この痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やしてあげればいいんですよ。そのために必要な材料がいるということで、今回ご紹介するお茶はその材料になるということなんですよね。でもう一つ目はですね、痩せるポイントはこのお茶は無添加なんです。例えばいろんなお茶ありますけれども、たっぷり農薬が入っていたりとか、あとはその余計な、まあ、香料とかですよ、甘味料とかそういったものが入ってしまうのを飲んでしまわれると、たとえそのものが痩せる食材であったとしても余計な添加物があることで逆効果になってしまうんですよね。そういったものを摂ると腸に負担をかけてしまって、結果先ほどお伝えした悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌が増えてしまうわけですから、ここはまた要注意になります。そして最後3つ目はこちらはですね、ノンカフェインになるんですよね。でもちろんカフェイン飲料っていうのはある程度脂肪燃焼効果もあって丸なんですけれども、逆に飲みすぎてしまうと太ってしまうんですよね。なぜかというと腸内環境に、まあ、その腸に負担をかけてしまう飲み物だからなんですよね。なのでカフェインはその交感神経といって、そのスイッチオンオンってねするその自律神経のバランスをこう乱してしまうものになりますから、やはり腸が元気に動くためにはスイッチオフの副交感神経がその優位になる状態をやっぱりね作ってあげることがとっても大事になってきます。そこで今回お伝えするこの痩せるお茶というのはノンカフェインであることで腸に負担をかけずに痩せ体質へと、まあ、自然になることができますよということでおすすめしたいポイントになっております。はい、それではここから2つ目の項目に入ります。では一体どんな材料を使ったお茶なのか、痩せ効果があるのかということで、今回は私が選んだお茶の材料2つ種類入っておりますので、1つ1つあなたにお伝えしていきますね。まず今回のお茶の材料の1つ目はレモングラスが入っています。でこのレモングラスというのはもう私大好きなんですけれども、香りがですねとってもいいんですよね。ただしあのレモンの葉とかじゃないですよ、イネ科の植物でハーブです。でこのレモングラスというのはコレステロールを抑えてくれる効果もありますし、またデトックス効果も非常に高いわけですよね。そして嬉しいのがカリウムが豊富なのでむくみ改善にも効果があります。例えばそうですね、あなたがその体重はせっかく減ったのに見た目が変わらないってすごく嫌じゃないですか。それはやっぱりむくんでいるからっていうのが原因の一つなんですよね。そんな悲しいことにならないためにもやっぱりむくみ改善ってすっごく大事ですよね。
今朝私の娘もですね起きてきて、ママって私ね昨日よりも痩せたって言うんですよ。本当よかったねって、なんでって聞いたら、昨日の夜彼女はですねちょっとむくんでいて、顔がちょっとねむくみが出てたんですよ。でそれを見てショックだったんですよね。私太ったって、なんか私太ったママってね言ってきたんですよ。なので最近の彼女の生活スタイルを見ていて、いろいろアドバイスしてたんですよね。で翌朝今日起きてきたら顔シューってねすっきりしてるんですよ。でどうしたのって言ったら、いや私また痩せたって言うんですよね。可愛いでしょ、たった一晩で痩せた痩せたってね喜んでくれてるんですよね。その一つは私がですねこのお茶を夜飲ませたからなんですよね。また別の動画でも私たくさんこういった痩せ効果の高い健康的なですねお茶たくさんご紹介してますから、そのお茶も召し上がっていただければなと思うんですけれども、今回のお茶はこちらのレモングラスが入ったお茶だったんですよね。そしてただ注意なんですけれども、このハーブ系ってやはりちょっと気をつけないといけないですよね。アロマオイルとかでもそうですけれども、体調に合ってないと逆効果っていう場合もありますから、ここで気をつけていただきたいのはこのイネ科のハーブですから、そもそも前後しますがイネ科アレルギーお持ちの方は要注意なんですよね。イネに反応してらっしゃる方はやっぱりお休みしてほしいなと思います。でまた子宮の収縮作用もあると言われているハーブなので、生理中であったり妊娠中の方はやはりレモングラスはお休みしていただけたらと思います。こういった時期を外せばもちろん OK なんですけれども、特にこういったことの、その期間に入っていらっしゃる方はですね気をつけてくださいねと思います。はい、そしてもう一つの入っているお茶はですねルイボスティーになります。このルイボスティーはもう私大好きで、もうほぼほぼ毎日飲んでいるんですけれども、なんといっても脂肪燃焼効果が非常に高いんですよね。もう本当にこれはおすすめです。プラス私がのプチ断食とかファスティングですね、7日間のファスティングをするときにも私は断食中によく飲むのはこのルイボスティーです。なぜかというとこの脂肪燃焼効果が高いに加えて、女性に嬉しい鉄分がね取れるんですよね。植物性の非ヘム鉄が取れてしまうということで、もうすごくおすすめなんですよね。でまた酵素も取れますから、この善玉菌、要は腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその菌も元気にすることができますから、もう一石何鳥もあるわけです。しかもデトックスもできる、体内に溜まった余計な老廃物も出すことができますから、もうこのルイボスティはですねもうとにかくダイエット向きのお茶ですから、ベースにいろんなものをブレンドされるといいと思います。ではここから最後の項目です。3番目、どのように以上お伝えしたお茶を飲むとさらにダイエット効果が上がるのかということで、あなたにお伝えしていきますね。まず選ぶポイントは無農薬の有機栽培のお茶ということになります。それも冒頭でお伝えしております通りですよね。腸に負担をかけては元も子もありませんから、とにかくお体に良いもの、健康なものを選んでくださいねということ。そこで今回私が選びましたのはこちらです。小川翔薬さんから出ております有機栽培のレモングラスルイボスティーになります。こちらすごいんですよ。私この小川翔薬さんの、ね、商品すごく好きなんです。なぜかというとその理念がねすごく共感できるからなんですよね。とにかく有機栽培で無農薬で体によくって続けて安心して続けていただけるものっていうことをベースに作ってくださってるなっていう、こう思いがすごくねこう伝わってくるんですよね。でここによくストーリーが書いてあるんですけれども、こちらのねお茶も書いてあるんですが、強烈な日差しと酸性の乾燥した大地というアフリカの厳しい環境で育った有機ルイボスに爽やかな有機のレモングラスをブレンドしました。すがすがしい香り、飲みやすく食事にも合わせやすい、すっきりとした味わいをお楽しみくださいということで書いてあるんですよね。そうなのかって思いますよね。私いちいちね感動するんですけれども、やっぱりですねこの有機栽培 100% 使用ってなかなかねないんですよね。よくあるのがその 100% のうち 20% は有機のルイボスとかね、そのあとはその残りは違うとかやっぱりあるんですよね、比率があるけれども、こちらはどちらも 100% の有機栽培のルイボスとレモングラスを使ってくださってるんですよね。でしかもルイボスは南アフリカ共和国なんですけれども、有機レモングラスはなんと日本産です。国産になりますから、もう本当に日本国内でもこういったハーブを有機栽培で作るって本当大変だと思うんですよね。
無農薬って苦労するじゃないですか。いろんな虫がついたり、いろいろ商品にならなかったりですね。でもそれを覚悟でやっぱり作ってくださってるっていうのがやっぱりありがたいなって思うんです。で、私が選んだポイントはその有機栽培であることっていうことと、あとこちらがですね、無漂白のティーパックなんです。これはいいですよね。やっぱ漂白剤を使っていないティーパックのものを選んでくださいね。お体にとっても良いですからね。そしてあと痩せる飲み方なんですけれども、ぜひホットで召し上がってください。これをキンキンに作って冷やしてですね、氷をガバガバ入れてガーッとか飲んじゃうと太ります。その飲み方はもう絶対NGですからやめてくださいね。とにかく氷を入れてしまってはダメです。冷たく冷やしてもダメ。なぜかというと、もういちいちね、私もうるさく言ってるなって自分で分かってるんですけれども、痩せるためには言わせてくださいね。ホットが一番、ホットかせめて常温になります。そうしないとあなたの腸がですね、動いてくれないんですよ。冷やしちゃうと良くないですよ。なので体が冷えてしまうと代謝が下がってしまって、結果あなたのダイエットが成功しませんから、飲み物は常温かホットでお召し上がりくださいね。ただしですね、一つ注意があります。その一度作ったこのレモングラスルイボスティーはですね、やっぱ傷みやすいんですよね。なので常温であってもちょっとそのまま放置せずに、なるべくお早めに召し上がってみてくださいね。最後にこのレモングラスルイボスティーなんですけれども、よくご相談を受けるのが、先生私このハーブティー系の香りが苦手なんですよねって、おっしゃる方もおいでなんですよね。特に実は私の娘もこのレモングラスだけのハーブティーを入れてあげると飲めないって言うんですよ。なぜかというと彼女が言うにはですね、娘が言うには、ママこのレモングラスのお茶さ、なんかこうアロマオイルをこう飲んでるみたいで、なんか苦手なんだよねって、要は芳香剤を飲んでるみたいで嫌だって言うんですよ。まあなんとなく気持ち分かりますよね。それぐらいやっぱ爽やかなんですよね。かなり匂い香りがですよ、結構強いんですよね、このレモングラスだけですと。私は好きだから全然平気なんですけど、まあ、娘のようなタイプのですね、方はちょっとやっぱりなんとなしくその芳香剤をね、飲んでるような、まあ、気持ちになるんでしょうね。ただこれはルイボスティーとブレンドされてますから、すごく飲みやすいですよ。そういった方にも私ぜひ、ノンカフェインですしね、ちょっと香りはレモングラスなんですけども、そこまで芳香剤のようなね感覚で飲まなくても、あなたはこれ飲みやすいと思いますので、ぜひこちらお手に取って飲まれてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をお伝えしてきております。ぜひ別動画もご参考にしていただいて、日々のあなたのダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。